お久しぶりですお久しぶりですさあ計2週間はい2週連続でファスティングファスティング3キロ痩せてあと3キロっていうとこまで来てどうでしたいやさすがに2週連続のファスティングきつかったですただ最近はいつもこの電話でさ結果聞いてんのに今日家まで行っていいですかということで久々にオレンジに来てますけども自信があるってことですよねまあまあまあ まあまあまあそれはねかかも,うもう終わらしにかかってるってことですよねこれはえー、スタートしてからどれぐらい、えー、?8 月からやってるんで、はい、5ヶ月ああただやっぱ6 0キロっていうね、はい、マイナス3 0キロっていう大きな目標を掲げましたからね、はい、これが最後の体重測定になるのかまたもう一周ファスティングするのか測りましょうかはい さあではかりましょうか。て、痩せたなぁ <laughs> 痩せたなぁ、ね、いや、首回りもそうやし、ああちょっと肋骨見えてきてるもんね。見えてますよ。うーわ、久々に見たボクサーパンツじゃない普通のトランクス履いてるやつ。トランクスでやらせてもらってます。いや、痩せたね痩せたね <laughs> さあでは、体重計回ります。いきましょうはいえ、え うわー、五十九点七、五十九点七、達成しましたーすげー。マジですげー。辛かった。いや辛かったですね。どう振り返ってみて。いやーもうやっぱ今まで食べ過ぎてたんだなっていうのと、うん、やっぱ不健康な生活、やっぱちゃんと睡眠取ったりもするようにしましたし。うん まあ、あといろんなダイエットやってきて、うん、もう、もう脂っこいもんとか、もう麺とか食べ過ぎてたんだな。何ダイエットが一番きつかったまあ、やっぱりファスティングと、うん、まあ、でもきつかったって言ったら、うん、まあ、マイナスカロリーダイエット。うん、ああ、ね。キュウリとか食べてた時とか、うんうん、もうきつかったですし、まあでも結構比較的、やっぱ、 食べれたんで思ってた以上に。はいはい。苦しいながらも。逆に。はい これいいよってみんなにおすすめしたいダイエットだな、ね。ああ、まあ一番やっぱりびっくりしたのは小熊ダイエットですね。ああ、さつまいも食べるやつね。つこれをキープするのか、<ー>もう終わったし、つっまた太るのか。いや、もう60キロ、まあ60キロ、65キロぐらいの間で、はいはい、ちょっと5 65キロに近づいたらちょっと意識しようかなみたいな。なるほどね。分自分でコントロールできると思う。90キロにはもう戻りたくないさすがに戻りたくないですね。でも多分戻ろうと思ったら、 ものの一ヶ月でモノで次じゃあ1ヶ月で人間どれだけ太れるかっていうのやってみる <laughs> ちょっとやめて <laughs> もうやめてくださいよいやとにかく、はいえー、見事達成おめでとうございますありがとうございます